こんなはずでは。よろしくお願いね。先頭久木原、4番手桜井、これらを相手に4番虎公平、7番手から上昇開始。鐘を迎えるところ、西日本勢4番虎が前に変わって、7番桜井もこれを追いかけながら中段キープか。9番久木原は無抵抗で下がります。埼玉東京勢は後方展開。そして人気上位の東北勢、今理想的に7番桜井、中段4番手が手に入って4番虎は先頭ですが、ホーム7番手から9番久木原が強引に上がりを狙って7番桜井が牽制します。埼玉東京勢と北日本勢中段もつれかけますが、東北勢中段好位置キープです。前は4番の虎、初日に続いての先行。3番の八尋、仕事の見せ所、8番徳永は3番手。中段のところの北日本勢、桜井はためての4番手で佐藤が5番手。満を持して3コーナー4番手が桜井が発進。埼玉東京勢は後ろ、2センターから4コーナー。センターラインは西日本、ここに北日本勢がまくって逆襲だ。4コーナーから直線コース、虎が逃げましたが、7番の桜井が襲いかかって捉えてゴールイン。7番桜井から1番佐藤。残りは1周半。ジャンの3コーナーでまず5番の渡辺が前に出て流して、4番の稲毛は動き加減の中段外、中段のインコースに関東勢です。8番酒井はちょっとここは道がない状況で一旦下がります。4コーナー回ってホームの得点は4番の稲毛、飛び出して5番の渡辺は3番手4番手のうち、その中段外から8番の酒井がスピードはっきり上がります。地元勢が近畿中部勢に接近、稲毛が逃げようとするも8番の酒井上回るスピードでかましを決めました。酒井と長島、地元2人ができて3番手切り替えは1番の浅井、5番手前後の5番の渡辺、まくりを狙って3コーナー、地元2人酒井と長島、1番の浅井が3番手で5番の渡辺まくり上げて接近、9番岡村外へ、1番の浅井隙をついてインコースを狙ってくる、4コーナーから直線コース、酒井目標から2番長島追い込んでゴールイン。あとは2着争い接戦。東北勢4番坂本がまずは動きを見せてアクションを起こして叩きそうです。残り1周半で4番坂本が切って9番中川も接近するところ、難関勢と岩槌勢ですが、堀内は中段のうち吉沢現在8番手、上がりかけた9番中川ちょっと位置を下げます。吉沢と中川で5番手並んだ、しかし中川下げていきます。前に立った4番の坂本逃げるかどうか、500を通過。7番の堀内は高ポジション3番手、1番吉沢中段5番手、下げている9番中川ハイリスクハイリターンとなるか。熊本勢は後方3番手から7番堀内先まくりを狙ってきました。4番坂本7番堀内並ぶ形から難関勢で切って、1番吉沢枠5番手からまくった神山追っていけない、9番中川バック7番手からまくります、先まくり吉沢が難関勢2番手に接近、5番の鈴木が牽制狙った、9番中川外からやってくる追走、2番の松尾から熊本勢猛反撃、前は難関勢堀内先頭で4コーナーから直線外から伸びる、9番中川縦足光ってゴールイン。2着5番の鈴木博士。ポイントは昨日も顔があった山崎と隅田両者のポイントの勝負ですが、鐘を迎えてまず地元の8番隅田が叩いて出ます。続く2番の原は今3番手で、7番松浦外に持ち出して中段アウト回り、中段インコースが九州勢です。濡れた走路、小雨の状況、ジャンの4コーナー、8番隅田が前に行って2番野原は後位3番手で、7番松浦は5番手外、9番山崎はこもって中段インコースの状況です。短期大型は以前瀬戸内勢の後ろ、7番松浦単独5番手、渡辺が6番手、6番の大型が7番手で、9番山崎難しい流れ、微妙な感じは九州勢です。2番野原が3番手から先まくり、隅田を捉えた近畿勢、野原の発進、追っては5番の稲川です。7番松浦3コーナー5番手から満落ちして発進、九州勢は8、9番手です。先まくり決めて近畿勢、野原と稲川で前に行って4コーナー前、7番松浦が近畿勢に迫っています。近畿勢か瀬戸内勢か、4コーナーから直線、2番野原が粘ってゴール前の勝負は3人、7番の松浦、5番の稲川、2番野原。
8番の山田が戦いを仕掛けていきます。8番山田がジャンスギ先行、そして5番の平原が抜け目なく中段、4番で取り下がった7番根田は後方7番手です。関東勢中段、南関勢後方に追いやって、113期の8番の山田、1走目同様強気の早めの先行勝負になっていきます。残り1周で山田先頭、金子2番手で6番田中は3番手、5番平原は動じずに中段4番手キープです。一方劣勢の南関勢、7番根田率いる南関勢は7番手以降という状況です。2コーナー4番手から5番の平原が俊足のまくり、神山ちょっと離れ加減だ。5番平原がすぐさま山田を捉えて3コーナー、南関勢は後ろ関東勢ですが、離れた神山懸命にまくり気味に追って2番手明日が3番手の状況です。先頭平原5写真リード、2番手以下は大混戦で4コーナーから直線コース、5番の平原あっぱれの勝利、順当勝ち。突っ込んだ9番芦沢が2着。やばいな、こりゃ。